千利休さんはもうここは大徳寺はものすごくゆかりのとこでしょうね。うん、だから庭もどこかたくさんあるんじゃないですか。そうですね。あ、そうですね。1400年の、こういうのを行ってですね、こういうふうにして写真が綺麗、色合いが。これ撮ったんですよ。おはようございます。こんばんはです。今ちょっと出会いがあって、ちょっとお話しさせていただきました。非常にこういう旅というのは出会いがいいですね。今ですね、急遽大徳寺に来ています。ちょっとこちらにですね、千の利休のやられたお庭があるということで、非常に楽しみです。ちょっと拝見させていただきます。ではスタート。まずはこちらに行ってみましょうか。黄色い夢の院ですね。お庭があるんですね。早速こちらの金物がすごいですね。そしてこのしつけさ、何か誘われてるような風がします。見事ですね。そしてあの中空りがまたいいですね。変わってるんですけれども、はい、あのうちのお庭の利休亭というお庭は一応利休が66の時に作ったと言われてる。そうなんですね、はい、この中にあるわけです。はい、中にございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、たパンフレットになります。はい、いただきます。ご紹介いたします。荷物預かっていただきました。助かります。こちらはすごいですね、この景色。これぞ一歩も前に進めない感覚ですね。こういうのは珍しいですね。ちょっと円弧になってるわけですね、このように。そして樋も銅板の竹ですかね、竹風にしてるんですよね。めちゃくちゃ綺麗な色ですね。ちょっと何枚か撮りたいですね。少し紅葉がついてますね。絵が描きたくなりますね、これ。すいません、ちょっと立ち止まってしまいました。この基礎もすごいですね。いい壁ですね、これ。なるほど。なんというデザインでしょうか。モードをですね、レトロに変えて、ちょっと色合いがまた変わったかと思いますけども、この
奥へ奥へこうステップがあっていいですね。最近勉強した止め石ですね。こっちから入ってはいけないってですね、ここから回り込むようにってですね。お見事な。そこに座りたいんですけども、座れるのか。あ、こっちも止め石ですね。ちょうど茶をですね、楽しみ方はこちらで、まずは亭主を待つそうです。そして何か水か鐘の音で準備ができたよというような予想だそうですね。少しですね、2種類の設定で撮りました。いや、さっきから全然一歩も動けてません。見返すとこちらにも留め石があって、そしてこの装飾も素晴らしいですね。綺麗ですね。撮ってみましょうか。そろそろ行きますか。どうしますかね。歩くスピードもゆっくりになりますね。そして鳥の鳴き声。今日はですね、天気が曇りなので非常に柔らかい光が入ってですね、写真では最高ですね。ああ、心地よい風ですね。ここの気温、ここの写真撮りましょうか。綺麗ですね。ちょうどこちらですね、まあ、通常はこう庭のように見えますけども、あそこに座ってこの路地を眺めるというんですね。路地だそうです。この屋根の角度がすごく綺麗ですね。言葉が出ないですけども、やられた感があります。美しいですね。写真撮っています。こういう表情もいいですよね。壁の非常に繊細ですよね。小さな小さな竹を使っています。ここのカーブもいいですね。お見事。写真撮っていきましょう。ここ茶室ですね。にじり口がそこにあります。71cm×71cm、実物を見たのは初めてですね。にじり口きっとあちらから入ってきて、ゆっくり入ってきて、こちらで茶室に入るというほうきと、ここでいう、あ、こちらに手を洗うところがありますね。そして上のあちらが天窓になりますね。こちらはですね、薄茶が終えてかな、そして一度外に出るらしいですね。そしてまたああいうところでくつろいで、そしてその間にですね、亭主が花を変えたり
天窓から光を差し込んだり、ちょっとガラッとイメージを変えてからもう一度入るとですね、また別世界が広がるということらしいです。こちらも素敵ですね。あの窓の形素晴らしいですね。そしてなんといってもまたこの屋根の形状ですね。ちょうどいい光が入ってきましたね。ちょっと声が聞こえなくてすみません、小さすぎますかね。写真撮りたいですね。ちょっとこの装飾が逆光で見えませんが、こちら本当に繊細ですね。なんと素敵な、どこでしょうか。ここもめちゃくちゃ綺麗ですね。あちらの茶室がありますね。茶室一度入ってみたいんですよね。動くんですよね、こう風を調整する。なんとお見事な。そしてここ座らせていただきましょうか。この椅子がめちゃくちゃ綺麗ですね。今ですね、椅子に座らせていただいて、意外とですね、座り心地がいいですね。そしてそこからの景色が今のこういう感じですね。茶室があって、そして庭園が広がって、大きな建物が一番奥にあります。ここで仕事したくなりますね。本当に言葉が出ない感じですね。この席で痛くなります。本当にこれ腰ぐらいですね。
に立ち尽くすというのはこのことでしょうか。こちら茶室ですね。廊下の黄金に光っているところが美しいですね。なんと鮮やかな色でしょう。先ほど座ったところがあちらです。なるほどね。鳥の鳴き声がしますね。小さな太鼓橋ですね。こっちも行っていいんでしょうか。金物もすごいですね。非常に面白い生き方ですね。頭があって何か水面のようですね。すごく気持ちいい風が入ってきますね。何か空中に浮いてますね。矢倉みたいな。非常に風の跳ね入れがいいですね。気持ちです。そしてこの屋根の形状本当に綺麗ですね。こちらに井戸がありますね。銅板でできた鐘ですね。すごい。こちらの草履がまたいいですね。
は何かこう、この裏は台所で釜を炊くあれですかね。やはりそうですね、釜があってこちらから薪を入れるんですね。この席に戻ってきました。結局こちらの千の利休のお庭が恥ずかしながらどこかわからないですね。今はちょっと風景が変わってるらしいと言ってましたね。66歳の時に作られたものですね。また次回来てみましょう。もう本当に最高でした。いろいろちょっと勉強になってね。そしてあの椅子すごく気に入りましたね。あの椅子本当に欲しくなりましたね。あそこでまずスケッチを、まあ、今度もう一度来てですね、利休の庭を探すのとちょっとスケッチ絵を表現してみたいなと思います。皆さんぜひ来てみてください。これから秋で紅葉が楽しめるかなと思います。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。